今日はですね、トトロの森に向かおうと思います。ここですね、この辺、まあ大体トトロの森なんですよ。で、トトロを探しに行こうと思うんですけど、どこにいるんですかね。あ、この軽トラがですね、サツキとメイが引っ越しに使った車の派生車種ですね。はい、いねえな。どこに乗らおい、どこにいんのかな、おい。トトロの森40号地47号地ですね。トトロの森ってね、めっちゃいっぱいあるんですよ。あの、不法投棄禁止とは書いてあるけど、立ち入り禁止とは書いてない。はい、この辺がそうらしいですね。あの、もともと私有地だったのを市が買い上げてトトロの森ってことにしたらしいです。なんかいっぱいもう虫湧いてんな。蜂だな、ブンブンブン蜂が飛ぶ。カブトムシとかもいっぱいいそうだぜ。ここがトトロの森いっぱいある中の一つ、あ、二つかですね。昨日夜中来たらね、ただの新スポだったけど。ここは犬のトイレではありません。みんなの浴堂です。緑を 大切にしましょうってあるけど、これなんか悪意にこもった書き方だよね。だってこの辺野生動物いっぱいいてさ、みんなうんこしっこしまくってんだよね。さあ、犬の散歩して糞放置していくのはさ、論外だけどさ、全然なんかさ、そこ、ああいう書き方する必要ないんじゃない、糞は拾って帰りましょうでいいんじゃないのって思ったね。坂道、トンネル、草っぱら、一本橋に、でこもこ、砂利道。坂道はね、この辺り実は東京都で一番勾配のきつい坂があります。そこは行かないんだけどね。トンネルはね、この先にあるんですよ。まあ、草っぱらどこでもあるとして、でこぼこ砂利道はこっちです。で、この、さっきから気になっている、めっちゃフェンスされている、このため池ね。はい。これが何かというと、ここでね、子供が溺死したらしいんですね。昔、超大昔なんですけど。で、それから入れないようにしてあると、こういうため池です。で、メイがね、怒ったんじゃないかって言って、ため池みたいなところを探すじゃないですか。なんか、ああいうのは、ここが多分、モデルになっちゃ、なったんじゃないかなって僕は思ってます。要は子供がよく落っこちて、亡くなってしまう、亡くなってしまったところがあるから、メイも落ちたんじゃないかと思って、探してたじゃないですか、ね、その発想のもとはこれだったんじゃないかなと思いますね。はい、シャッター取りますよ。何のことでしょう。こっち側に行ってみましょう。ここがため池、という感じですね。このまままっすぐ行けます。で、自転車はああいうふうに走れて、まあ夜は新スポみたいなんですけど、真っ暗でね、昼はこのように非常にこう気持ちのいい遊歩道が広がってます。はい、ちなみにこの鳴き声は全部牛ガエル、ボーンボーンってやつ。止まっちゃった。いっぱいいるんだよな、ここ。梅雨の時期になるとホタルが若干湧きます。若干。街灯がねないんですよ、この遊歩道は。変な音するし。で、夜はもうほんとね、真っ暗けっけなのね。月明かりに慣れてくるとなんとかっていう感じなんですけど、で、それをこのあんまりこう、まあ、自転車だと結構楽しいんだけど、で、こうやってね、フェンスがね破壊されてるじゃん、あちこちね。これなんでかっていうとね、その中に入って生き物を取りたいみたいな人がね、破壊したら、あ、見えてきた、ほら、これが坂道、トンネル、草っぱらのトンネルです。はい、これです。これはね、昼しか通れないトンネルです。6時ぐらいには閉まっちゃうのね。だからね、真っ暗けっけになった時に勝手に電気で閉まる、モーターで閉まるんですけど、結構怖いよ。中通ってる最中に閉まりだしたら、ダッシュで抜けないと閉じ込められてしまいます。はい、いや、これも本当です。で、閉じ込められた場合のことがめちゃびちゃびちゃだな。どうしたらいいかっていうのが、一応ね、内側に
書いてあったはず。ほら、すごいっしょ。これはね、戦時中のあれですね、炭鉱跡だったのかな。トロッコ列車が通ってたらしいですね。特に違和感はないです。はい、特に違和感はないです。壁とかも、ね、こう非常にこう古い工法が使われていますね。はい、こっちから見るとこんな感じです。すごいでしょ。自転車にね、非常にこう人気のルートですよ。はい、抜ける瞬間がね、こんな感じで結構気分いいんですよ。割と僕は好きだけど、もう結構虫がブンブンシーズン的に出てきてますね。はい、坂道、トンネル、草っぱら、一本橋に凸凹砂利道、蜘蛛の巣くぐって下り道、蜘蛛の巣はどこにでも、ここにあった蜘蛛ねあるし、下り道もどこにでもあるんだけど、凸凹砂利道次行ってみましょうか。はい、戻ってきましたね。じゃああっち側行けるんでバイクでね行きましょうか。トンネルはねこっちにもあります。残念ながらバイクでは行けません。この先抜けると結構綺麗なんですよね。こっちにはバイクで行きます。この先はまあ普通にオフロードなんでこのバイク走っていい道です。はい、なので、ハンターカーブはね、タンクがない分、しっかりとね、両足と、手で、ハンドルでですね、バランスをとっていきましょう。結構チャリンコがね、爆走してきます、ここ。チャリってなんであんな向きになってスピード出すのかわからん。おりゃーってくるんで。人間は普通に歩いてる。はい、デコボコ砂利道です。デコボコ砂利道、うわー、はい、おお、多分ね、もうちょっと石垣とかもなんかものすごくちょっと古いものだと思う。はい、抜けた。はい、はい、抜けた。これで旧ホワイトベースの前の通り。ここから先は遊歩道なのでバイクでは行けない、ね、なんかいろいろ続いてるでしょ。行ってみたいでしょ。あ、人が降りてきた。そう、結構楽しい道なんです。昼間はな。はい、そんな感じですね。トトロの森を探検してまいったわけなんですけども、まあ、ムサムラですね、うちの近所こんな感じです。今回使ったバイクは当然ハンターカブですね。原下にですね、イージーバルブつけてさっきのオフロードみたいなところ走ったりとかですね、いろいろやってみましたけれども、まあ、特に問題もなく、はい、走り抜けてますし、いいコースってなかったですね。森です。ただの森、トトロの森45地50何号地までは見たかな。あ、これですね。これ前日の夜の様子なんですけど、これトトロですね。尻尾のしましまがトトロの特徴です。はい、あ、逃げていきましたね。引かなくてよかったと思います。このようにですね、トトロはですね、まあ、森の中にちゃんと生息しているわけなんですけども、まあ、未だかつてですね、会話を試みて成功した人はただ2人しかいないという、その正真正銘記録映画がトナリとトトロというわけなんでしょうかね。はい、まあ、いや、都市伝説的にですね、あそこで亡くなった子供たちが取材になっているっていうふうに言われてるんですけども、これはですね、公式的に宮崎駿が否定してます。で、結局外で遊んでもらいたくてですね、作った映画がトナリとトトロということで、非常にこうですね、あの辺の自然今でも残ってますけども、まあ、東京とかからで、東京都心からほど近いところにある自然をですね、題材に作られた自然映画だと僕は思ってます。
人になってもね楽しいですね、トトロね。まあ、あの辺一帯じゃなくてですね、あの七国山じゃなくて八国山があったりとかですね、松郷という交差点があったりとかですね、非常にこうトトロにちなんだ地名、それからここがモデルになったのかなと思うようなですね場所っていうのは自分で見つけられると思います。ここだけじゃなくてですね、狭山丘陵側とかもいろいろありますんで、皆さんお時間あったらツーリングしてみてはいかがでしょうか。はい、失礼します。